皆さんこんにちは、市村正親です。井上先生のお芝居はですね、もうイーハー逃亡とか、雨とか、矢原兼業とかも昔から見ておりますが、最近はまた若い人たちがやっております。その中で、いよいよ井上先生のそれからの文と奮といういろんなものが詰まっている、まさに、僕にぴったしの作品が来たなと思って、非常にワクワクしております。大友奮というこの僕の役はですね、井上寿さんのほとんど分身と言っていいぐらいの役でございまして、先生の作品はいっぱい見てきたんですけども、ついに、来た作品が先生の分身をやるというような、この大友奮という役で、もう紛争から眼鏡から心から着るものから全てこう、先生の分身になれるように、外側からまずは攻めてますけども、だんだん稽古しながら中身が本当の分身になったらいいなと思っております。音楽劇ということはですね、これはいわゆる、まあ、英語にするとミュージカルですね。まさしく僕がやるにふさわしい井上寿作品だと思っています。出演者も本当に奇妙奇天烈な俳優がいっぱい集まっております。僕が作り出す、大友奮が作るこの物語、非常に、どんな話が皆さん期待でワクワクしていると思います。僕自身もいよいよこれから入るんだなと思って、ワクワクしています。ぜひ劇場の方にワクワクをしに来てください、ね、お待ちしています。音楽劇それからの文と奮は9月カート神奈川芸術劇場ホール、そして10月は天王洲銀河劇場で上演いたします。劇場でお待ちしております。